東島さん、この判決どうご覧になりましたか。はい、まあ、今国とか県のですねコメント紹介しましたけれども、もう一回国の環境省のコメントを見ていただきたいんですね。こちら、結論として原告の請求が棄却されたもの、いつも通り素っ気ないコメントに見えるかもしれませんけれども、実はここがポイントでして、通常ですとですね、こういう国が勝ったような裁判の場合というのはパターンがあります。それがこちらです。これ、国の主張が認められたものと解釈していますと、これ違い分かりますね。はい、今回は国の主張が認められたのではなく、原告の主張が認められなかったという表現ですよね。まさにそこなんですね。はい、この裁判というのは、水俣病特別措置法というもので、救済漏れがあったかどうか、救済に対象にならなかった人がいたかどうかが最大の争点でした。で、今日の判決でもそこは認められているわけです。水俣病として認められた方がいるわけですね。ですから、そういう意味では国や県の主張が認められたわけではないとも言えるんですね。それでも最終的には原告全員棄却という結果でしたよね。はい、そこはですね、今度は法律論の問題になってくるんですね。はい、すみません、ちょっと難しい言葉の説明をしますけれども、除斥期間ということが問題になりました。はい、これですね、民法が改正される前の規定なんですけれども、要するに時効みたいなものでしてね、被害を受けたことから20年経つともう裁判を起こせませんよという規定があったんです。しかしですね、去年の大阪の判決ではこの時効を認めませんでしたよね。はい、除斥期間があるのかないのかということなんですけれども、これ要するにこの被害を受けてという言葉なんですね。被害を受けた時っていうのは一体いつなんですかという、これは水俣病の場合でしたら、例えば水俣病の症状を初めてなんか感じた時なのか、病院に診断に行った時なのか、熊本県から認定を棄却された時なのか、いくつもの解釈があるわけですよ。その解釈を広く取ったのが去年の大阪地裁の判決で、狭く取ったのが今日の熊本地裁の判決と、こういうことになるんですね。何にしましてもね、今回のこの一連の裁判というのは、特別措置法の対象にならなかった人が最後の駆け込み寺として裁判を起こしたんですよ。で、今日の判決ではあなたたちは水俣病ですよと一部の人には認めたんですけれども、でもダメですと。これはですね、やっぱり納得できない方がほとんどだと思いますよね。そうですよね。これ法律では救えないから国が何とかすべきという裁判所のメッセージとも取れませんか。はい、裁判ということではですね、そういうことも時々あるんですが、ただ冒頭で紹介したように、国環境省のメッセージやコメントを見る限りではですね、そういう受け止め方はしてはいないのかなと思いますよね。で、何にしましても大阪、熊本とですね、判決が分かれましたから、これから長期化はもう避けられないと思います。ですけれども、両方の裁判の判決ともですね、この特別措置法に問題があるということ自体は指摘しているわけですよ。ですから、国や熊本県はこの裁判、ここまで連続して言われているわけですから、これはやっぱり何らかの対策を考えていく、法律を改正するなり、もう一回申請を受け付けるなり、そういったことを考えていく義務があると思います。ここまでノーモア水俣訴訟についてお伝えしました。